ぐらいですよね、そのぐらいの期間でどのコーナーを行ったりしないから、そういうのその中の気持ちを見たいっていうか、うん、そういうものをぶつけてほしいですね。赤コーナー、ラスカチョーラスオリエンタレス、アキラ三田選手にインタビューします。アキラ選手、お帰りなさい。ただいま帰りました。今日はですね、ジャングルジャックのアジャコングとバイソン木村とのカードなんですけども、関係ない、そんなの。メキシコの成果を十分に披露してくれると不安も待ってると思いますけども、そんなのも関係ないんじゃない、自分たちのやりたいようにやるだけだから。そうですか。続いてですね、三田選手ですけども、コンディションどうですか？あ、大丈夫です、アジャとバイソン、久しぶりの対決ということになりましたけども、思いっきり暴れて、自分の思うように やりたいと思います。ぜひ白星上げてください。頑張ってください。続いて青コーナー、アジャコング、バイソン木村選手にインタビューします。アジャさん、今日対戦相手はメキシコ帰りのアキラと三田なんですけども。メキシコ帰りだかなんだか知んねえけどな、向こうで何してたか知んねえけどよ、どうせタコ食って寝てたんだろバカが。いや、過激な発言で余裕十分だと思いますけども、続いてバイソン選手、あの二人どう見てますか？どういう風に来るか分かんないけど、自分たちのペースで行くだけだから。アキラそして三田選手もメキシコ行って久々に対決となるんですけども、久しぶりの対決で変わってるところがあると思いますけども。別にどうせ三田なんかメキシコ行ったからって何が変わるってんだアホ、何も変わってねえあのバカ、本当に。バイソンさん、久しぶりの対決ということなんですけども、関係ないんじゃないですか？余裕ですね二人とも、頑張ってください。本日のメインイベント、メキシコ第三国第一戦タッグマッチ60分一本勝負を行います。このコーナー、ジャングルジャックオールパシフィックチャンピオン170パウンド、バイソン木村。同じくジャングルジャック230パウンド、堀田選手、この試合はポイントは？そうですね、あのどこまで三田が頑張れるか、頑張れるかですね。あの精神的にも技術的にもってことですか？そうですね、あのやっぱり食らいつくっていうか、やられてもやられてももう意識ですね、やっぱり。やっぱりあの2ヶ月の遠征だとレスリングそのものがそんなに変わってるわけじゃないでしょ多分。そうですね、やっぱり気持ちの問題だから、気持ちがそういうふうにリングで出ればお客さんもみんな分かってもらえると思うんですよね。そうですよね。それにこの前3月の後楽園でね、北斗がマイク取って、お前も一緒に来るから大物にしてやるから一緒についてこいって言って、あれからちゃんと2ヶ月経って多分ほとんどのお客さんはね、またこうやって後楽園に来て、帰ってきてる姿を見てると思うんですよね。そうですよね、だからその変わった自分を証明してほしいですよね。そうですね、やっぱ変わってなくちゃいけないんですよ。そうそう、でも体つきから言うとバイソンとそんな変わりない。あの三田ですけどね、三田太ったんですよ、体重がアップしたんですよ。だから背はもともとあるから、たくましく見えますね。でもバイソンも随分でかいですよ体は。それに三田表情もいいですよ、なんかふてぶてしい感じがあります。頑張れ頑張れ。これなんかヒール対決って感じですね、ヒール同士っていうか。これメキシコ流ですね、ルチャ流ですね。今までね、後楽園のファンにとって北斗って割と憎らしい選手だったんですよね、でもああやってアピールして修行して帰ってくるとやっぱり応援したくなりますよね、帰ってね。今日はやっぱりどっちかといったらアジャ・バイソンよりも、やっぱりどうしてもみんなは、北斗とアキラ、北斗と三田見てるって感じですよね。そうですね、2人の頑張る姿を見たいってところですよね。でもジャングルジャックも結構ずるい、ちゃっかりいつも着ないコスチューム着てるの。あとは横浜のブルセの時のコスチューム、ね、そうそう、バイソンだっていつもあの色じゃないでしょ。そうですね、新しいですよねあれ、そうそうそう、あの柄でなんか何色も持ってるみたいですよね、あのパターンでね。そうですね、
やっぱりこれは堀田選手ね、はい、あの勝負の世界じゃないですか、はい、だからアジャバイソンも、はい、みんなが見た注目してるっていうのはよく分かってるでしょ。そうですよね、勝負の世界だから、はい、やっぱり下から上がってくるものは潰しちゃいますか。そうですね、それをやっぱりやらせてあげたらその人に対しても後輩に対しても、うん、やっぱり良くない良くないですね、うん、なんかやられたらやり返す、それに対してまた食らいついていく。そうですね、そういうところが甘くないですよね、はい、甘くないです。三田のね、はい、あのレスリングの潜在能力っていうんですか、もうすでに持ってる力として、はい、あの実力そのものでは対抗できますか。はい、そうですね、対抗できるだけのものはある。技とかはまだないですね、ま、技はない、はい、でも身長体重で言えば十分十分でしょ。そうですね、体はすごいいいもの持ってるんですよね、はい、みんなが憧れる体つきなんですよ、体型なんですよ。なるほど、だからもっと自分がしっかりすればそうですね、いい選手になると思うんですけどね。やっぱり攻めが厳しいね、アジアもバイソンも。やらせるかってとこでしょう。もう上がってくるやつは潰すみたいな感じですね。アジアもあんな体なのに動けますよね。さっきのドロップも打点が高かった。ドロップキックも何でもやりますよね。何でもやりますね。ここは見たタッチしないで自分でピンチを抜け出してほしいですよね。いいですね。いいですね、ああいうのは。そうそう、気持ちがね、ファイトに出てこないと。いや本当にあの北斗が言ってたんですけど、はい、技とかに期待しないでほしいと。あ、なるほど。それはもう北斗の 話を聞くまでもなく、そうだと思うんですよね。2ヶ月ぐらいじゃね、そのぐらいの期間でどの子の言ったりしないから、そういうのも背中の気持ちを見たいっていうか、うん、そういうものをぶつけてほしいですね。もともと北斗晶なんか体がないところでやってるでしょ、見たなんかなんか体格的には申し分ないんだからね。そうですね、ほぼ対照的な2人ですよね。タッグチームとしては面白い気がしますね、なんか一発一発の破壊力がすごいですね、あのジャングルジャックは。すごいですね、これにどれだけ返せるかなんですよね、その後輩の三田が。さっきのアジのエルボー、今のバイソン のギロチンドロップですか、はい、技の方、テクニックとしては別に驚くべきことじゃないでしょ、ただ一発一発が重いって感じ。そうなんです。だからこれに今までの三田だったら先輩に対して、後輩に強いけども先輩に弱いという、これ非常に定評があったんですけど。三田 三田ですか。そうです。これって先輩に対して後輩って言ったら随分下って言っちゃおかしいけど、先輩たちどれだけきつい攻めをできるかっていうのが問題ないです。堀田選手ね、はい、今の回しの中やっぱ北斗は正確でしょう。そうですね、技の仕掛けが、うん、わざと顔面に狙ってきますからね。ドロップキックなんかも今正確だしね、はい、なんかペインティングのレスラーが4人いるみたい。そうですね、バイソンはペインティングじゃないけど化粧がそのままペインティングみたいですから。ペインティングマッチですか。なんかアジャと今日のアジャと北斗の絡みなんかハートとハートのプロレスみたいね、